皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今日は服装が完璧です。ついに完成したこちらのブラバス体感を今回ご紹介させていただきたいと思います。途中経過がないのはご了承くださいいきなり完成しちゃったんですけど、ご覧ください。これまず一番皆さん気になるところはそのボディカラーがチェンジしているところだと思います。今回こちらのお車フルラッピングでこのマットブラックに全部ラッピングしちゃいました。でこのラッピングもポイントがあって、これなんとただのマットブラックじゃなくって、あのメルセデスのマグノナイトブラックに近い少し青とか、まあ他の色も含まれているちょっとメタリックの強いラッピングで全部ラッピングしてます。で結構体感こう造形が複雑なんで、このヘッドライトの中にこうボディカラーが入ってたりだとかダクトがあったりだとかっていうのもあるんですけど、全部ボンドボディの自社の中で全部完結して、これがまずフルラップでボディカラーがチェンジされてございます。もう全部です。でつなぎ目も極力ないように、まあ、物理的にこうダクトの入ってくとことかに関してはもちろんつないでるんですけど、極力見えるところにラッピングのつなぎ目がないような施工が施されております。はい、これまあある程度の傷も防げますし、まあ、今回みたいなイメージチェンジにもバッチリ使えますので、まあ、他の車種でも非常におすすめでございます。そしてボディがそれで完成したら、そこになんと今回ブラバスのエアロキットを全部つけちゃいました。これ多分なんですけど日本で初だと思います。世界的にもかなり早い方だと思います。5月に僕らがドイツで行かせていただいて、そこで発表されてもう即注文入れて届いたのを即つけてるんで、おそらくかなり早い車じゃないかなと思います。でまず順番に見ていきたいんですけど、前回りだけでも結構パーツ点数が豊富で、まずこのリップ、あとはこの上の部分、そしてこのダクトのカバー、そして前のこのセンサーのこのカバー、ここに関してはブラバスのロゴも入ってて、ご覧ください。これなんと折り目が他とはやっぱり違うという、これ縦に入ってるんで真横にはなってないんですけど、まあ、斜めに入ってちゃんとこのロゴの中も違う向きのカーボンになってるという。そしてこのサイドもアクセントがついて、このベースは純正バンパーなんですけども、純正バンパーに見えないぐらいのこのアグレッシブなバンパーになっております。そしてサイドにはこの翼端板的な、こちらはボディ同色マグノナイトブラックみたいな、こちらでラッピングされたこの翼端板的なのがついております。でフィッティングなんかもうめちゃくちゃいいんですよ。お分かりいただけますでしょうか。もうとにかくもうバッチリついている。もう製品のクオリティも非常に高いのと、ボンドボディ何台もエアロトリスケやらせていただいてますんで、まあ、その辺の合わせ技かなと。であとカーボンの目に関しても基本的に全部揃ってます。で真ん中に集まるようなデザインになってますんで、まあ、その辺まとまりもだいぶ違ってくるのかと。例えばパーツ、この下のパーツと上のパーツで向きが逆だったりするとこう全体的な雰囲気に違和感出ちゃいますけど、その辺も全部揃っていると。そして真ん中にはブラバスのプレートもしっかり入ってございます。そしてあとはそのまま上に行くとコンプリートカーの証エンブレムもしっかりブラバスになっていると。これ多分なんですけど、現状メルセデス以外のラインナップなるポルシェと、あとロールスロイスに関してはこの縦線の入ったエンブレムになるんじゃなかろうかなと思います。あの詳しく聞いてきた気もするんですけど忘れました、はい、そしてあとはホイールの方も最初の段階でもご紹介させていただいたんですけども、他のメルセデス他の車種にも共通デザインのこちらのホイールになってございます。ただもちろん PCD はポルシェ専用の130かなになってますんで、まあ、専用設計のこちらになってます。ただこのデザインとやっぱりこのバイカラーってどんなボディカラーとかどんな車種にも合うんだなっていうのを再確認することができるようなそんなホイールになってます。で当然単造の22インチということで純正より1インチアップしているホイールになってます。で当然このアケボノ製の巨大キャリパーもかわしてますんで、まあ、もちろんそのままスペーサーもなく絶妙なフィットメントで中なものなんで、まあ、ちょい引っ込みぐらいですね。こんな感じで書かせてあります。そしてこのキャリパーよく見ないと素通りしちゃいそうですけれども、なんとブラバスロゴに変えてあると。で当然ロゴ替えだけはできませんので、キャリパー丸々塗り直してこちらのキャリパーにしたと。でやっぱりキャリパーまでロゴが入ってると足元のまとまり感もかなり違ってくるんで、まあ、非常におすすめでございます。そしてこれもちろんキャリパー何色にでも塗れますし、まあ、あとはこのロゴもこの中を抜く抜かないいろいろできますんで、ご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。あと横に関しては特に後付けのパーツっていうのは前回りないんですけど、全部この辺も
フルラップされてて、もうミラーだったりっていうのはやっぱりどんな車でもある程度複雑な形状になると思うんですけど、その辺もしっかりあってございます。でここだけ唯一ついてるのかな。でこのつなぎ方も結構重要みたいで、まあ、極力こう合わせ面の切れてる方が見えないように貼ってるんで、まあ、目立たなく、なおかつ耐久性が高くなるように施工されてるそうです。で当然ドアノブなんか、はい、こんな感じです。そしてここの端っこのところだけブラバスのパーツがついて、まあ、車外サイドスカートみたいなそんな雰囲気が、ちなみにこれはドアについてくるようなデザインになってます。で張り出しに関しては本当にわずかですかね。やっぱりこうドアこう上に盛り上がってるんで少し出る感じなんですけど、まあ、実用で言ったら、まあ、段差だったりは少し気をつけていただく必要があるのかなと、こんな感じになっております。そしてリアも同じくブラバスのホイールに交換されていると。でフェースのデザイン少しリアの方が入ってる感じですかね。リア組み合わせてるタイヤが315ということで純正21インチからワンサイズインチもでかくなって幅もでかくなってる感じなんで、まあ、その辺違いが出てくるか。そしてリアブレーキもしっかりブラバスロゴになっております。ポルシェはもともとブレーキ大きいんで、やっぱりこう変えた時のロゴを変えた時のインパクトはかなりあるんじゃないかなと思います。そして後ろに行くと、後ろもまずこのトランクスポイラー3ピース構造のこれがブラバス製になってます。この辺も非常にフィッティングがいいので見ていただけると分かるんですけど、全部均等に。そしてあとはやっぱりドライカーボンなんで、この表面やっぱり FRP とかウェットのカーボンみたいにボコボコしてない、ボディと同じように本当につるんとした表面であることがこう動画で伝わるんじゃないかなと思います。で当然カーボンの目に関しては全部内側に向かっていってると。で今回ボディカラーがこのマットのボディカラーなんで、カーボンパーツも全部マットに合わせちゃって非常にまとまりがある組み合わせになった。そしてリアに関してはこんな感じで、これ僕らがちょっとドイツで見てきた仕様とは違うんですけれども、同じようにこの文字 この側面だけ赤を入れて、キャリパーとか内装をつながる色ですねを入れて、この体感ターボ S、はい、これも塗り直してあります。でこれ多分なんですけど、デモカーもエンブレム貼ってあったんですけど、デモカーは下貼ってなかったんですよね。で上のこのガーニッシュのところもラッピングされてロゴがなくなってたんで、これリアはいろいろやりようがあるんじゃないかなと思います。でちなみにこれ塗るの全然指定じゃないんで真っ黒もできますし、まあ、あとは全然他の色なんていうのもできるようになってます。あとはリアのこのバンパー、はい、ここも全部ブラバスのパーツで、かぶせのタイプですね、アドオンのタイプでここがガラッと変わっております。で横に関しては純正がこう自然にこう出てるんですけど、まあ、この辺なんかもかなりうまくデザインされてるんで違和感ない仕上がりじゃないかなと思います。あとはこの辺もごっそり変わって、この縦フィンだけグロスブラックで塗ってある感じですね。なので今回非常にこうグロスブラックの部分、まあ、窓枠だったりだとかディフューザーだったりだとか、まあ、ところどころ残しつつ、まあ、純正もやっぱりこれ辺塗ってもいいんですけど、やっぱり塗るとキリがなくなっちゃうので、まあ、今回は本当に純正らしいところは純正で残して、でブラバスのパーツで固めてあるようなこんな外装になっております。さあそして内装も見てみたいと思います。内装がご覧ください。じゃん、まずサイドシル、このスカフプレートがブラバスの光るタイプになってございます。こんな感じで、さっき一瞬色が変わったのがお分かりいただけましたでしょうか。このアクリルプレートに多分 LED で側面照らしてるんじゃないかな。こんな感じのがドア4箇所。そしてマットもブラバスのマットになってますよ。で最初にも触れましたけども、刺繍も全部こう立体的なロゴになるように刺繍されてございます。もうブラバスといえば内装といっても過言でないぐらい、こう内装にも手を加えるメーカーですので、この辺もしっかりやってあります。そしてあとは奥のペダルも、ペダルカバーが装着されて足元がスタイリッシュになってございます。でこれ右ハンドルだとフットレストが設定がないため、これでコンプリートになります。で左ハンドルだとおそらくフットレストの下側にブラバスのロゴのイルミネーションが入ったものがあるんじゃなかろうかなと思います。はい、まあ、その辺興味がある方いらっしゃいましたらお問い合わせいただければお調べいたします。まあ、今回この内装の赤と外装のアクセントの赤はかなり相まってまとまりがある非常に相性のいい仕様になってるんじゃないかなと思います。さあそして後ろに関しては
同じようにマスカフプレートとマットぐらいなんですけれども、ご覧ください、このドアの内側だったりこの B ピラーの付け根だったりも全部、もう皆さん忘れてるかもしれないですけど、ボディカラーもともと白ですからね、これ白を全部、ここのヒンジもです、全部消しております。で唯一ここぐらいかな、白が出てるのが、はい、もう本当に言われないとわからないぐらいもう徹底的にラッピングしてありますんで、反対側もこの感じで、多分初見だったらまず何色かわからないぐらい元色がこんな感じで徹底的にラッピングしてございます。でこれもちろんうちが貼る貼らないはご要望次第でいかようにでもできますんで、まあもちろんうちが貼ると高くなりますんで、まあその辺はまあ予算だったりだとか、まあ、用途に応じて選んでいただけるといいんじゃないかなと。今回はもう徹底的にってことで全部施工させていただきました。はい、というわけで今回はブラバスにしたこの体感をご紹介させていただいたんですけども、今回はあくまでこう全部つけた仕様なんですけども、他にもいろいろやりようあると思います。まあ、違うボディカラーだったりとか、カーボンに関してもマットからグロスにしたりとか、まあいろいろ仕様ができると思いますので、まあ、その辺はぜひボンドボディもしくは各ショップ、ボンドショップ各店にお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。